どうもお疲れ様でございます、まあ、この億万長者合宿の動画っていうのはねもう何年7年とかそのぐらい続いてるんですかねこのやり取りが。でも1万本近くやり取りをしてるわけなんですけどもその中で今回ねその公明党と創価学会のことについて取り上げていろいろとこう話す機会を作らせていただきました。で億万長者合宿のやり取りとは別にね 創価学会というシリーズで最近創価学会と公明党の間に起きたことをいろいろとリサーチして私なりに紹介するそして私も個人的な感想を申し述べるっていうね、まあ、そんな形でやってるわけなんですけどもあのやっぱりねここ数日間だけだとしても私の公明党とそれから創価学会に関する心持ちというかね情報っていうのはか,かなりね深まったなと思いますね。まあ その中の一つに、創価学会とか公明党の中のね、私はまあ重鎮といいますか、有名な人を何人か知ることができました。で、さらに、そういった創価学会とか、あそれからね、えー、公明党ですか、こういったものに対して、えー、コメンテーターって方ね、ネットのコメンテーターです。まあ個人的な見解を語る方なんですけども、やっぱりね、えー、まあ私についたコメントでも、 同じ人がやっぱり熱々とコメントしてるんですよね。まあこういった方は頻度の高いコメンテーターなのかなと思います。で、こういった方はコメントを書くほどに思いが溢れてますんで、たまにね、ちょっと激しい言葉になったりとかね、あの、事実無根のことについて、えー、話し出したりっていうのもあるわけですけども、そういうのも込みで、まあいわゆるバズる状態なんだろうなと思いますね。で、えー、ここ数日間だけなんですけども、これからもね、公明党、 総合会の情報発信しようと思いますけども、まあある意味ね私の動画ってのがポータルになりかけてるんじゃないかなと思うんですよ。まあというのが総合会とか公明党のことについてね、最近のこう発見ですとか事件ですとか動きってものをこう考察しているユーチューバーさんっていうのがバラバラでいらっしゃるんですよね。 それを私が検索して、こんな人がいますよ。あんな人がいますよ。この人はこんなこと言ってますよ。っていうふうに紹介しまくってるんですよね。まあ、そうすると、今まで、あの、私がね、10人の総合学会系 YouTuber さんを紹介するとすると,するとね、あ、こんな人もいたんだ。っていうふうに私の動画を通じて、そういった方を知るようなことがあってね、まあ、コメント欄にも、あの、まあ、本当によくね、公明党とか、 総合会のことについて喋ってらっしゃる YouTuber さんをたくさん知ってますねみたいなことが書いてあるわけですけども私もつい何日かで知っただけですからねしかもこれ検索してたどり着いただけなんで、うん、誰でででも行ききくことができるんですよね、うん、まあでも情報ってのはそのどの角度から切り取るかによって、えー、お役に立つことってのは、ね、いくらでもできるんだなと思いましたね、うん、なんかよくビジネス系の YouTuber さんでね あのこれをやったらこうなったみたいなやつとか、うん、なんか実際に、えー、そのビジネスをねなんか行ってる人にそのインタビュー動画みたいのもあったりとかしましたけどね一番多いのはあれですかね叩いてこっちの商品はいいんですよみたいな感じで誘導するパターンですね、うん、あ今回もいろいろとね私自身勉強になっております創価学会の方にさらに愛着も湧いたし、まあ、公明党も 何やってんのって気持ちもありますし、うん、まあそうですねこういった機会を通じて国政政党を知る機会とかねそれから宗教団体を知る機会っていうのが私にも生まれたんでしょうねやっぱり派手なことをしたから NHK 党のこともね私知りましたしでガーシーっていうのに投票することもありましたしねで山本太郎さんみたいな人はねやっぱりこう経済とか国際情勢を分かりやすく国会で質問してくださるから うん、なんか興味も持てますしね令和新選組に、えー、投票することもできましたしね、うん、やっぱこう立憲民主党はもうなんかどうしようもないなと思いますしねでも原口一弘さんが毎朝ライブ放送してくださってるんで立憲民主党のというよりもこの国をどういうふうにしていけばいいのかってことはなんか見えてきたような気がしますねだから自民党はなんかね、あのー、裏金ばっかりということでね ずるるいこととばっかりやってるかかやてなと政策ではなくって金づるになってるだけですからねあそこはね。うん、まあ長くなりますんでこの辺にしていきましょうか。それではまた。